はい。えー、即歌塾の久保です。今回ですね、私の動画、あ隠居の流儀の最終話ですね。一旦最終話なんですけども、こちらの方に付けられたコメントにですね、ちょっと返信をしてみようかと思います。あの、プリマスジムさんなんですけども、私ね、こういうコメントすごい好きなんですよね。あの、どういうところが私が大好きなのか、ちょっと皆さんにもシェアしたいと思いますので、よろしかったら、 ああ一緒に読んでもらっていいですかね。えー、年金暮らしをしているのはご存知だと思いますので、ここでは割愛しますと。うん。まあ、僕には夢があります。これですね。この夢があるって言える男性って非常に好きですよね。まあ女性も大好きですけども、ジョン・ブローニングのような銃器の設計者になるのが少年の頃から抱いている夢です。これもとっても素敵じゃないですか。銃器。 ブローニング銃ですよね。銃器って言うとなんかね、野蛮な雰囲気がしますけども、これはね、殺傷能力のある道具というよりも、銃という一つのね、芸術品、もう骨董品として捉えていただいてもいいのかなと思います。あの、利用目的っていうのは確かに弾丸を発射してね、ちょっと危ないものでもありますけども、そういう側面じゃないところに、このロマンというんですか、何と言いますかね、その夢が詰まってるんじゃないかなと思います。まあ、あの、このプリマスジムさんがどういったね、えー、思いで、ジョン・ブローニングのような銃器の設計者、 っていうふうに、え、申し上げているのがちょっとわかりませんけども。いや、でも素敵だと思いますよ。年齢が57歳。もう全然ね、挑戦するにはまだ若い年代だと思います。人生100年時代。そう。まだ半分来ただけですからね。この夢はまだ諦めていません。もう素晴らしいと思いますよ。好きなハワイ 5O の DVD を買って、うん。英語字幕を使って、うん。英語を勉強しようと思っています。すごい。 私も英語ね、改めて勉強しようと思ってるんですよ。英語を勉強するのは、重機、CAD を使いこなすのに必要だからです。夢も明確ですね。すごいじゃないですか。ただ、ここに来て、どうしてもまとまった資金が必要だということを突きつけられました。確かにね、これは必要ですよね。重機の勉強のために、投をするのにもお金が要ります。そうですね。要りますね、これはね。えー、ブルガリアに大切な女性の友達がいますが、彼女と生活を共にするのも金が要ります。 恋もされてるんですね。素敵じゃないですか。57歳の恋愛。ますますね、演じ組みを帯びた、あんな大人の恋愛ができるんじゃないかなと思います。今まではそのお金はいつできるだろう、いつかできるだろう、希望的観測にのほほんと任していましたが、このままではその願いは叶えられそうにありません。そうなんですよ。あの、願望ではね、成就しないんですよ。熱望じゃないといけないんですよね。うん、願望ではダメです。本当にね、 希望的観測になっちゃうんで、熱望してそこに手を伸ばさないといけないんですよね。手を伸ばす過程ではもしかしたら怪我をするかもしれません。でも、やって、えー、損はないと思いますし、それだけの価値があると思いますよ。ね、えー、素敵だと思います。 自分が理想としている新ベーシックインカムの世の中がもし訪れたとしても、それではとても金が足りません。はい。ベーシックインカムではなかなか夢は叶いませんよね。暮らしていけるだけなんですよね。ここに来てやはりそれは自分で稼がないとできない夢だと思い知りました。私もね、結局、ベーシックインカムの世の中を待つよりも、自ら稼いでしまった方が早いと思うんですよ。え、そしてですね、このお金がないっていう問題を自力で解決する、そこにかけるエネルギーっていうのは、今ね、ここにある思いだけで十分です。 それは自分で稼がないとできない夢だというふうに、夢を叶えるために、そのために稼ぐんだっていう、明確な目標、ルートが引けたわけですよね。もう大好きですね、こういう思いね。なんとか3万円作って、速価塾の門を叩こうと思います。はい。えっ、ー、と、即価塾は30万円なんですけども、頭金3万円を作る、そこはね、えー、もう、自分でちょっと頑張っていただくってことになります。3万円ってものができれば、その30万全部じゃなくてもね、とりあえず始めていくことができますんで、えー、その時はね、一緒に、こう、頑張って、稼ぐ。 ことを一緒にやぜひね、この、何でしたっけね、プリマスジムさんには、私の YouTube に出ていただいたりとかね、その、この、ブローニング獣についての、なんかいろんなね、思いを語っていただきたいなと思ってます。今から楽しみです。金ができた暁には文下に加えてもらいたいと思います。もちろんです。その時には、このジムプリマスをよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。名前を覚えておきますのでね、えー、その熱い思いを、 絶対に忘れないでください。私はね、こういう方と一緒に人生歩けることを本当に誇りだと思います。ありがとうございます。それでは本日は以上です。